山本太郎って本当に庶民の味方だよね。いつも弱者の立場に立って発言してる。冗談じゃないわ。あの人元俳優でしょ。政治家として経験不足なのにライフ路式を広げすぎよ。経験不足？逆に既存の政治家と違う新しい視点があるからこそ斬新な提案ができるんだと思うよ。斬新どころか無責任よ。例えば原発即時停止なんて現実的に不可能でしょ。電力不足で国民生活に支障が出るわ。でも原発の危険性を考えれば即時停止は正しい判断だと思うんだ。山本さんは国民の安全を第一に考えてるんだよ。安全性は大事だけど経済への影響も無視できないわ。それに彼の政党令和新選組の議員たちの問題行動も気になるわね。問題行動って何のことを？具体的に言ってよ。例えば令和の議員が国会で暴言を吐いたりルールを無視したりしてるでしょ。政党としての規律が問われてるわ。そりゃ熱くなることもあるさ。だって既存の政治に物申すのが彼らの役目なんだから。時には過激な行動も必要なんだよ。過激すぎるのよ。国会を混乱させるだけじゃ建設的じゃないわ。それに山本太郎の演説デマゴーグ的だって批判もあるわよ。デマゴーグ？違うよ。山本さんは現場の声をそのまま伝えてるだけだ。政治家が国民の声を代弁するのは当然じゃないか。でも事実と異なる情報をルフしてるって指摘もあるのよ。政治家としてもっと発言に責任を持つべきよ。山本さんは常に真実を追求してると思うけどな。それより既存の政党の方が国民を欺いてると思うよ。真実の追求？令和新選組の資金源の不透明さは問題視されてるわよ。山本太郎と仲間たちにお金が還流してるって噂もある。その話は聞いたことないな。でも既存の政党だって企業や団体から多額の献金受けてるじゃないか。それこそ問題だよ。だからこそ新興政党も含めて全ての政党が透明性を確保すべきなのよ。令和も例外じゃないわ。確かに透明性は大事だね。でも山本さんの政策の良さは変わらないよ。庶民のための政治を実現しようとしてる。庶民のため？彼の提案する政策実現したら国の財政が破綻するわよ。それこそ庶民が苦しむことになるのに。今だって庶民は苦しんでるんだ。山本さんはその現状を変えようとしてる。それがダメだって言うのを？変えるのはいいけど方法が間違ってるのよ。一時的な給付金よりも持続可能な経済システムを作る方が大切だわ。でも今すぐ助けが必要な人もいるんだよ。山本さんはそういう人たちの声を代弁してるんだ。それが政治家の役割じゃないの？短期的な対応も大切だけど長期的なビジョンも必要よ。山本太郎にはそのバランス感覚が欠けてると思うわ。